はいどうもコミです。さて本日はこちらの関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思うんですけども、ですねドイツも今夏に向かっていっていて、もうかなりですね日が長くなってきてますんで、今この動画撮ってるの9時半なんですけど、夜の全然ですね明るいんですね。感覚的に言うと日本の午後4時ぐらいの明るさなのかなこれっていう感じで、もう暗さのかけらもないような感じで、ちっちゃい子供が普通に外で遊んでんですよね。この時間でみんななんか寝不足になんねえのかなとかちょっと思ったりするんですけども、まあ、慣れるもんなんですかね。こっちに住んでればそうなるのかもしれませんが、ちょっと驚いたというところで、はい。で本日はですねロックボマーの話していきたいというふうに思います。ロックボマーって最近ですね、突撃艦にちょっとお株を奪われてるところもあるのかもしれませんが、ジョーカーさんが確かですね何本か動画出してらっしゃいましたけども、条件が整えば、その突撃艦イエティとか突撃艦バルーン、ライトニングドラゴンっていう戦術をロックボマーに置き換えるっていうことが結構使えるなっていうふうに私もちょっと最近思っていて、まあ、その辺のね話をしていきたいというふうに思います。でその前にロックボマー、今度あれですね、ナスのアップデートで、ね、強化されますよね。で、その強化されてくると、なおさら、それぞれの特徴が際立ってくると思うんですよね。ロックボマーの場合、耐久力と攻撃力が上がるのかな、確か上がると思ったんですけど、っていうことになると思いますので、だいぶですね、その、破壊力と耐久性っていうのをね、使いこなせれば、突撃艦一辺倒で、もうそればかしを使うよりも、少しそのアドバンテージが取りやすくなるのかなと、まあ、いうところのお話になります。で、まあ、何はともあれですね、ちょっと何本か見ながら、ポイントを、考えていきたいというふうに思うんですけども、はい、これですね。今日合計4本見てもらいます。1本だけは突撃艦のアタックになるんですが、3本は、ロックボマーという形ですね。これ、今もう早速砲兵一発食らいましたけど、こういう感じでどん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 防衛をなぎ倒しながら、もうルートが見えてる場合にはもうそこにちゃんと向かっててくれますよね。今回で言うと、完全にこのターゲットイーグルプラスロイヤルチャンピオンなわけで、中に、イエティが入ってるんですが、こっから出てきたロックボマー、3時側ですね。まあ、防衛施設がまっすぐこのイーグルに向かって、点々とパンくずのように置いてあるので、もうそこにもう、直進的に向かっていくということですね。これ当然突撃艦でもいいと思うんですよ。タウンホールここにあるんで、同じような動きはするんですが、ただ、そうすると3時方面にあった、大砲とか、アチャ島とか、そういった施設を、壊さずにそのまま、イーグル方面に行ってしまうということになるわけですよね。なので、ちょっともったいないっていうところがあると思います。まあ、その反面、ロックボマーを使うと、きっちりとロックボマーが、その道すがらにある防衛を全部こう壊しながら、進んでいってくれるということなんで、美味しいって話なんですね。今、ロックボマー、この状態でレベル3なんですけども、これがですね、もうすでに、毎秒600のダメージ与えるという、まあ、化け物的な攻撃力を持っているので、これどれくらいかっていうと、アーチャークイーンの次に攻撃力が高いということになるんですよね。もうめちゃくちゃ攻撃力が高い、ユニット施設ユニットって言っていいのかな。なので、まあ、その攻撃力っていうのを使える環境にあるんであれば、余すことなく使っていけば、まあ、それは当然アドバンテージが取れるということですね。まあ、そんなに正直ね、使える場所が多いかっていうと、そんな多すぎもしないと思うんですけども、ただまあ、使えるタイミングっていうところが、まあ、分かってくると、ロックボマーを突撃艦の代わりに選ぶことができてくるのかなというふうに思います。で、やっぱりですね、これ、秘書券の方が多少向くのかなっていう気もします。なんでかというと、テスラがあるからですね、秘書券の場合って。テスラがあると、今のような、この3時方面ですね、ここ、まっすぐこう向かってきましたけども、こいつが、この辺にテスラがこう、ニョキッと、仮にですよ、入ってくるとすると、ニョキッとこう向かって、出てきてテスラに行っちゃって、全然あさってしあさっての方向にこう行っちゃうわけですね。イーグル砲の方に向かわなくなっちゃうので、こういう風に。向かわなくなっちゃうんで、そうならないようにやっぱり初見で使うっていうのが、このロックボマー使う場合の、まあ、ポイントになるのかなという気がします。まあ、またはある程度バルーンを2体3体出しておいて、テスラがないかどうかチェックしながら行くっていう方法もありかもしれないですね。はい。ただまあやっぱり今みたいにロックボマーを使うことでアドバンテージが取れることは間違いないので、まあ、使いどころですよね。やっぱりその初見組で、攻めてるガチクランの方とか、あとは、別にガチにこだわらずね、クラン対戦で初見で攻めるタイミングが、巡っ
回ってきた巡ってきた回ってきた場合には、突撃艦で、少しもったない、削りしかできなかったところがもしあったとするならば、6ボマに変えてみるというのは全然ありですよね。でこんな感じですね、使える場所っていうのは基本的に、こうさっきも言ったように6ボマのルートが見えている場所になります。でかつ対空砲とシングルインフェルノがない、これすごく重要だと思います。あの対空砲とシングルインフェがあるとどうしても、そこで6ボマがあの動きが遅いじゃないですか、なんで落とされちゃうんですけども、対空砲、とシングルインフェルノこれがないですよね。この辺の施設がこういうのがこうなかったので、まあ使いやすい場所だったということですね。あとまあもう一個はエアスイーパー、まあ、このエアスイーパーも厄介なのでなるべくならかかってないところがいいです。でかかっちゃうと2つまあポイント悪いポイントがあって、押し返されちゃってなかなか前に進まない、まあ、これだけならまだ許容できたとしても、押し返された方向によっては狙った向きにうまくこう進ませられないなんていうことも出てくると思うので、そこはですねよくよくあの気をつけた方がいい点かなというふうに思います。ただ、今のこのキヨさんが使ったこの6時側みたいに、ほぼ大砲と、陸の、クロスボウで、あと、狙いたい、投石機みたいな、まあ、重要施設がある。まあ、こういうような条件が揃った場合っていうのは、多少ですね、エアスイーパーで押し戻されても、まあまあやられる要素がそもそも少ないので、ロックモーマーでゴリ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 もう体力続く限り前進みたいな感じでね、押し方をするっていうのも、通用するのかなというふうには思います。うん、まあ、僕だったら結構でも突撃艦使わせちゃうような気もするんですけどね、ついつい。あのなんで、多分レジェンドとかマルチとかで相手の村が見れない中で、これを使おうとするのはあんまりおすすめではないかもしれないですね。まあ、やるとすれば援軍でもらっ、例えばその援軍で突撃艦をもらってるんだったら6ボマーを自前で持っていって相手の村を見て使い分けるとかいうことをした方が多分確実性は高いかなという気はします。基本的には突撃艦の方が汎用性、使える村の範囲っていうのは広いというふうに思った方がいいんじゃないかなというところですね。やっぱりアドバンテージがでかいですね。まあ、今回こう、壁を開けたところにアーチャークイーンとかが歩いていかなかったんですけども、このキヨさんのプレイスタイルって結構ですね、ロックボマーで壁際の施設を狙って穴を開けて、そこにですねアーチャークイーンをこう食い火の形で歩かせていくっていうあのスタイルをよく使うんですよね。で、結構レベルが高い誘導法だと思うんですけども、まあ、そういう風な誘導法につなげることもできるし、まあまあ使い込んでいくとさらにこうね奥の深さっていうところにこう触れられる、まあ、そんな戦術なのかなという気がします。まあ、またそのアタックなんかもね、ぜひぜひ、どこかでですね上げたいななんていうふうには思うんですが、さあクルミンさんですね、最近クルミンさんですねちょっと調子が上がってきてすごく嬉しいですね。昔クルミンさんの攻め最初初めて僕見た時にもうこの人すげえな、ちょっと変態的なうまさだなと思ったんですけど、最近若干ですね荒野行動に目覚めてしまっていて、そっちの方がガチになってきてるということでね、少しインが減ってきて寂しかったんですけども、まあ、ここに来てなんかまた調子が上がって、さらにちょっとアップデートでね、テンションが上がってるということで、また強いクルミさんがね持ってくることを期待するなんて、まあこれは関西クラクラクラブの中心の話なんですけども、はいですね、じゃあそれを置いといて、今回のクルミンさん、これですね、このグランドゴーデンのあたりを、6ボマーで狙っていきます。これなんかまさに典型的ですよね。スケルトンじゃないわ。もう完全に、突撃艦を使ってしまうと、この辺の大砲とか、アチャ島とか、この迫撃砲とか、みんなスルーしていっちゃうので、それをスルーせずに潰していくことによって、今回持ってきてるのがこれラバルじゃないですか。ラバルなので、これね、防衛を壊せば壊すほど、ラバーハウンド、まあ、ラバルパートの、サイドカット効果にもつながるわけなんですよね、当然ながら。なのでそういう点においてもここは突撃艦でスルーしちゃうよりもきちんとロックボマーを使って、ゴリゴリ防衛を壊しながら、後々のラバルパートに向けたルートの限定をしていくというね、その発想がすごくやっぱりいいなって感じですね。こんな感じ、ロックボマーでアチャ島を潰しの、迫撃砲を潰しの、グランドウォーデンを潰しの、大砲にはバルーンを当てて、割れた瞬間の中からバルーン追加で、こんな感じですよね。はい、こうなってくるともう完全にラバルのルートっていうのが、もうここのところ、この12時方面が壊れちゃってるので、まっすぐこう、進むルートが出てきますよね。
あの、まあ、ちょっと余談ですけども、やっぱラバルって最近まっすぐのルート作るのが、一番やっぱいいなっていう気がしていて、まあ、アップデートによっておそらく空が強くなると思うんですが、まあ、それにしても、多分僕正直ね、ラバル強くなるっていうか、多分ドラゴンが強くなるんじゃないかなって気がするんですよね。なんとなくですけども。なので、まあ、ラバルをね、まあ、使う場合っていうのは当然、シングル IT が多め、かつ、陸クロスボウが多めみたいな、まあ、環境に、まあ、陸主体のプレイヤーの方は多分なってくると思うんですけども、そんな時にですね、こう、くの字、L字を作る場合ってやっぱりラバルの回し方が難しいんですよね。ラバルをこういう風に回すのは、これは難しい。ので曲線的にこう動かしていく、そのためにやっぱり6番ボマーが使えると、まあ、今みたいなね、攻めの組み立てができるので、すごい、ラバルパートの難易度が下がるのかなと思います。やっぱりでも6ボマーってあれですね、使いどころをちゃんと抑えればめちゃくちゃ便利なユニットなのかもしれないですね。やっぱりしばらくやっぱり突撃艦イエティとか突撃艦、ライドラーバルーンが流行っていたので、少し脚光を浴びにくくなってた面がありますけども、まあ、改めてね、今度、新レベルも解放されるということもあって、さらに、ドラゴンなんかと混ぜてもきっと強いと思うんでね、ぜひぜひ、この、6ボマー、今まであんま使ってなかった人も使っていったらと、新しいね、その攻め方に、繋がるんじゃないかなというふうに思います。僕もこれ使ってみたいですね。早くアップデート来ないかなって、やっぱりアップデートの前にこれでどうか撮ってるんですけど、すごい楽しみですよね。で、もう一個、気をつけるべきポイントがあります。で、これ壁のですね、内側とかに、この突撃艦じゃないロックボマーを入れていこうとする場合にも本当注意が必要です。さっきの3本の攻めってちょっと言い忘れちゃったところがあるんですけども、壁のですね、この壁の1層目がありますね。こういう風に1層内側に入れる、これは OK だったと思うんですよ。なんだけども2層内側にこう入れるっていう場合には、これはちょっと難しいかもしれないですね。というのは途中でホーミングなんかがあったりすると1層目を超えたぐらいでボーンと落とされちゃったりするんで、なのでそういう風な、ことにならないように、なるべくだったら、壁の1層内側まで6ボマーを入れるような、狙いの時に使っていくのが無難なんじゃないかなという風には思います。なんでこういう風にですね、はい、これタウンホールにしっかりとこうね、確実にタウンホールを狙っていきたい、だったりタウンホールがもう壁の何層も何層も内側にある、こういう場合には6ボマーを使うと絶対それちゃうし、まあ絶対というのもあれかもしれないけども、かなりの確率でそれちゃうので、しっかりね狙ったところに、しかも壁の何層も内側に、ユニットを届けるということなのであれば、突撃艦がどう考えても、確実性が高くていいのかなという気はいたしますね。ライドラコウモリってちなみになんかあんま見たことがないですけど、うまく決まってますよね。なんか気持ちよさそうですね。僕も使ってみたいなってこうね、ちょっとこれ見てると思っちゃうんですけど、こんな感じで、ライドラとかね、さっき今ドラゴンって言いましたけども、ライドラにこう混ぜ込んでもやっぱりロックボーマーって相性がいいですよね。のライドラーとその合わせて高体力のユニットとしてね、使うことができるね。今回突撃艦だったのですけども、タウンホールがまあこう中心部にあったりして、突破兵器でそれを処理するというプランを描かずに済むようなケースであれば、全然ライドラーとかドラゴンに6ボマーを混ぜるっていうと相乗効果があっていいのかなっていう気がします。というところですね。まあ、本日は6ボマーに関するちょっと思うところをお話しさせていただきました。まあ、まとめるとですね、やっぱりそのエアスイッパーよりも注意すべきはシングルインフェルノと、対空砲ですね。で、これがあると結構序盤で6ボマーが落とされちゃうんで、狙ったところまでユニットを届けるっていう仕事が、まあまあできなくなっちゃう。まあ、それよりは、突撃艦で思いっきり一気に奥まで進んで、落下ダメージですよね。突撃艦が弾けた瞬間に、10マスかな、ドーンと与えるあのダメージを利用して、一気にその周辺破壊をするっていう方がいいと思います。ただ、今言った2つの施設がない場合っていうのは、まあ、多少安いパンなんかが仮に効いてたとしても、6ボマーでゴリゴリ力合わせでねじ込めちゃう場合があるので、まあ、使えるケースとしてはありなのかなと。であとはやっぱり処刑も難しいのでちょっと気をつけた方がいいですね。テスラなんかがあると狙ったルートから外れちゃったりして後々泣きを見ることがきっとあるので、なるべくない初見で使った方が、まあ、無難かなという気はします。で最後、ですね、壁の1層内側ぐらいまで入れるんだったら、まあ、この6ボマーっていいんですけども、何層も何層も壁を越えていくっていうパターンになる
という時には、ロックボンバーだとちょっとね、黒い風船って言われるあのホーミング爆弾ですよね、対空の黒いあの罠、あれを吸ってしまったりすると、壁の一層内側に入った瞬間ぐらいにドーンと起こっちゃうとかね、いうことがあり得るので、まあ、なるべくですね、壁の何層も内側に入れるんだったら突撃艦を使って、手前の防衛施設を無視しながら一直線にそこに向かうと、まあ、いうですね、やり方をする方が安定するのかなというふうに思います。はい、ということでですね、アップデート情報、皆さんね、いろんな YouTuber の方が上げてくれてるんで、本当楽しみですよね。で、もう、もしかしたらね、この動画を発表する子には来てたりするかもしれないんですけども、まあ、来てたらね、その新環境でぜひ、この、ロックボマー試してみてもらったらいいと思いますし、まあ、来てなかったら、新環境に向けて、まあ、使い込んでみてもいいのかなという気がします。フレンドリーチャレンジがね、やっぱりその、自分でユニットを選べながらできるっていうことになるので、まあ、すごいね、いろんな、まあ、突破兵器も含めて試せる環境になりますよね。ぜひぜひ一回ですね、こういうロックボマーの使い方試してみてもらえたら嬉しいです。というところで本日の動画を終わりにいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも皆さん遊びに来てもらえたら嬉しいなと思っておりますので、お待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。